超、黒線、アーティゾン美術館、藤島武次から1943年3月19日は、明治末から昭和秋にかけて活躍した洋画家である。明治から昭和前半まで、日本の洋画団において、長らく指導的役割を果たしてきた重鎮でもある。ロマン主義的な作風の作品を多く残している。薩摩国鹿児島城下池上町の薩摩藩市の家に、 生まれた。はじめ史上派の画家や川端玉章に日本画を学ぶが、後24歳の時、洋画に転校。松岡久志山本放水らに指示。1896年、1歳年上の黒田、清ヨの推薦で、東京美術学校助教授に押され以後、没するまでの半世紀近くにわたり、同校で、後進の指導に当たった。本校駒込明けの町で、 塾も開いていてた1905年、文部省から4年間の留学を命じられ1月18日等を、フランス、イタリアで学ぶ。ただし、パリからローマに移った直後の事故で、フランス時代の作品の大半を失っている。1910年1月21日帰国後、5月13日教授に就任する。黒田が主催する白馬会にも参加。 白馬開店には1896年の第1回店から出品を続け、1911年の白馬開会解散後も文店や定点の重鎮として活躍した。1901年2月頃から6年間担当したよさの鉄管、アキコが刊行した雑誌、名城やアキコの歌集、乱れ髪の表紙では流行のアールヌーボーを取り入れている。他にも、 想定本がある。晩年は、宮内庁からの二つの移植、昭和天皇即位を祝いがく文書を飾る、油彩画制作と、宮中花陰亭を飾る、壁面添付作品の制作がきっかけで、風景画の連作に挑んだ。1934年12月3日、提出議原因。1937年、最初の文化勲章受賞者の一人となる。 1943年の一決のためエミ民、去年75、天平の面影アーティゾン美術館、代表作のうち、超、カオ,ルカオルの2点は、1967年の生誕100年記念展に出展後、公開されておらず、2017年現在その所在は、不明とされている。藤島による、よさの秋子、乱れ神の表紙層が、ありがとうございます。